私たちセレスティは東京の水辺を中心に活動しておりまして、その中でも墨田区を中心としたイベントに多く出させていただいております。せっかくの機会ですので、私たちの自己紹介をいたしたいと思います。まず私から、ゆうくせなと申します。 小川真美と申します。今日2人で一生懸命頑張っていきますので、頑張ってパフォーマンスいたしますので、どうぞ最後までご覧になっててください。先ほど2曲ほど披露いたしましたが、1曲目はパープルベリー、2曲目はサマーフェスタという、私たちのオリジナルの曲で、この後も2曲ほどパフォーマンスいたしたいと思います。最近はね、東京とか墨田区に、たくさんの外国の方がね、
いらしておりまして、私たちも外国のイベント、アジアのイベントに参加することが多く、その中でも、タイのイベントを中心に活動をさせていただいています。よくタイのイベントで、披露するタイで大人気だったスプラッシュアウトという曲を、今日は披露いたしたいと思います。そして最後に水辺にね、こちらにぴったりな、スプラッシュガールという曲、私たちのオリジナル曲を、もう一曲披露いたしたいと思います。もしよかったら私たちのグループ名のセレスティ伸ばし棒で、YouTube で検索していただきますと、この後披露するスプラッシュガールと、曲名に披露したパープルベリーのプロモーションビデオをアップしておりますので、そちらの方も見てみてください。はい、それでは2曲続けて。